私もね髪の毛はだん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 ね年とともに薄くはなっていきますけれどね。ご視聴ありがとうございます。今日の動画はSHEINでね、ウィッグの方をね注文してみましたので、よかったらご視聴ください。私ウィッグすごいたくさん持ってるんですね。実はですけど、私頭のてっぺんが薄くて、まあ、今はね50歳なんですけど、30代半ばぐらいからこのてっぺんが薄くなってきてしまって、それで悩んで悩み抜いてウィッグをね、あるネットで買ったらすごくよくって、それがハマってしまって、でそれからねずっとしばらく買ってなくて、あでも YouTube 始めてから2、3回買ったかな。それも、動画でもしかしたら紹介しているかもしれないです。どうだったかな、してなかったかな、忘れちゃったはい、ということで SHEIN でね、ウィッグ買ったの初めてです。私ね今もうすでにね開封しているんですけど、 SHEIN さんねびっくりしました。さすがです。すごくね安かったんだけど、クオリティがすごい良かったです。よかったら一緒に見てください。実際に後からつけてみます。それからやっぱウィッグってここのねつむじがねどうしてもね、まあ、人工的っていうか、まあ、見る人が見たらねやっぱりわかるんですよね。不自然さがねやっぱりわかると思うんですけれど、まあ、そういったところをねカバーするにはやっぱカチューシャがねいいかなって思ってるんですね。私が持っているカチューシャも一緒に紹介させていただきます。はい、で SHEIN さんで買ったウィッグは2点です。普通のボブカットっていうのかな、おかっぱっていうのかな、そういう、普通のショートと、あと1点面白い商品があったんですよ。これほんとびっくりしました。あのね Amazon さんで見かけたのは黒いねキャップとウィッグが一緒になったやつ、そういうのは私見たことがあったんですけれど、まあ、SHEINさんにもね、そのキャップ付きのウィッグもありましたけど、これ、こんなね、ふわふわのね、帽子にね、もうウィッグが最初からついてるんですよ。この帽子も普通にクオリティが高いんですよね。ふわふわ。じゃあちょっと被ってみましょうかね。被る前にお見せしますね。こんな感じ。ちょっとロングになるんですけどね。で、髪の色がね、こんな感じですね。私、黒い髪の毛似合わないので、なるべく明るい色をね、選びました。でね、こういったね、ウィッグ専用のね、ブラシで、こうやってたまにね、解いてあげるといいです。はい、それではね実際こちらねかぶってみますね。はい、すいません、マスクしているのでちょっと雰囲気が分かりづらいかなとは思いますけれど、なんとなーく、あこんな感じかっていうね雰囲気だけでもね伝わったらいいかなって思っております。はい、ではかぶります。あそうだ、さっきね黒い服着てたんだけど、このウィッグとその黒い服だと分かりづらいかなと思って白い服に着替えてきました。はい、こんな感じですね。結構ね深くかぶるとこんな風なんですけど、前が見えないから結構ね深くかぶる感じになっちゃうのかな。で私としてはねこんな感じでちょっと上げたいんだけど、でもおかしくないような気がする。あでもさ、すっぴんでマスクで髪の毛ぐしゃぐしゃだよっていう時に、冬とかって頭寒いじゃないですか、こういうのさかぶってさ、あちょっとコンビニまでっていう時にすごくいいんじゃないかな、おすすめです。
まずこちら1点目です。あ、ちょっと後ろを向いてみますね。こんな感じです。髪の毛をこうやって下ろすと、下ろすっていうか後ろにやるとこんな感じです。もうね、帽子かぶってたら、まあ、ほぼウィッグってね、わからないと思います。はい、そしたらね、こちらおかっぱのやつをね、かぶっていきたいと思います。はい、お次2点目はね、こちらになります。髪の毛がね、すごい綺麗です。サラサラです。おかっぱのね、これはストレートですね。で、さっきね、帽子のタイプだったので、つむじちょっと分からなかったんですけど、こちらのね、つむじはこんな感じですね。ちょっとギザギザギザってなってますね。はい、こういうふうにね、アジャスターがついているので、頭のね、大きさに合わせられることができます。はい、こんな感じでメッシュになってますね。まあね、夏はね、本当にウィッグかぶると結構えらい暑苦しいんだけど、まあ、冬とかをかぶってもね、全然暑苦しくないんじゃないかな。はい、ではね、こちらかぶっていきます。ちなみに前髪もあります。フルウィッグですね。はい、かぶります。はい、すごいね、サラサラでね、綺麗でしょでは実際にかぶっていきます。よいしょ、これでいいかな、うん。整えるのが大変なんですけどね、こういう感じかな。前髪とかは自分で切ってもね、いいかなって思いますね。マスクしてるとね、すいませんね、違和感が。こうやって、かけるといいかもしれないですね。耳にかけるといいかもですね。まあ、ちょっとこの辺がほら、この辺ね、よく見るとネットバレバレなんですけど、私何にも今いじってなくて、ただバサって被っただけなので、本気で被る人はもうちょっとね、ちゃんと中の方までちゃんと自分で調整したらいいなって思います。で、ちょっとね、ここで面白いね、もうこれ前髪ね、これ自分でちょっと調整すればいいと思うんですけど、これちょっと面白いね、カチューシャを紹介しますね。こういうやつがあるんですよね。今私イヤリングつけてないんですけど、こんな風にしてカチューシャとイヤリングが一緒になってるんですよね。かわいいでしょ。普段つけるのにはちょっと浮いちゃうかなと思うけど、なんか特別な日にね、こういうのね、つけたらすごい映えますよね。よいしょ。これはね、Amazon に売ってます。はい、そしてね、これ、でね、これはね、100均のですね。100均で売ってるものですね。カチューシャです。こちら、はめますね。こんな感じですね。ここがちょっとやっぱ浮くんですよね。わかりますか？ここに隙間があるの。これね、あんまり良くないかなって思ったんですけど、私がね、最近買って良かったなと思うのはこちらのね、ティームーさんのカチューシャです。つけますね。ですね。すごいね、自然なんですよね。ね、はい、ここまでね、ご視聴してくださってありがとうございます。たまにね、気分を変えるためにウィッグをかぶったりね、イメチェンしたい時にね、ウィッグかぶるのもね、全然ありなんじゃないかなって思いました。はい、まだまだね、おしゃれしたいですね。
はい。はい、いろいろね、まだまだ、楽しんでいきたいなって思っております。はい、私もね、髪の毛はだんだんね、年とともに薄くはなっていきますけれどね。はい、こういったウィッグもありますよっていうね、ご紹介をさせていただきました。はい、最後までご視聴してくださりありがとうございました。ハッピーライフ。